マイナス10キロ、綺麗に痩せる、佐藤すみかです。あなたはダイエット中だから甘い飲み物やジュースは我慢してます。でも、たまには飲みたいなって思ったことありませんか？そこで今回この動画ではダイエット中でも罪悪感なしで飲める美味しいドリンクお伝えします。もしあなたがダイエット中にね、どんなジュース飲んでいいのってお困りでしたら、ぜひ参考にご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエットにおすすめの痩せるジュース3選トップ3お伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜダイエットにおすすめなんでしょうか、その理由ポイントと、2つ目、ダイエット中に飲めるおすすめのジュース3選、ランキング形式でお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜダイエットにおすすめのドリンクなんでしょうか、ということで痩せるポイント2つあります。1つ目です。腸内環境を整える材料でできているからなんですね。とっても大事ですよ。もうとにかくね、痩せたいのなら腸です。この腸がしっかりと整っていれば、根本的な痩せ体質になることができるんですね。ですから、痩せれるか痩せることができないかっていうのは、腸内細菌がいいか悪いかもここにかかってます。ですから、もうあなたもですね、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが喜ぶような餌となるようなものをやっぱり入れてあげる必要があるわけですね。その時に活躍するのが今からお伝えするドリンクの材料ということになりますから、ぜひね、楽しみにお待ちくださいね。そしてもう一つ大事なことがあります。もう絶対にこれ守ってほしい。2つ目です。無添加であることです。これは今からお伝えするドリンク以外もそうです。あなたのお体の中に入れるのであれば、もう絶対に無添加にしてくださいね。もう添加物たっぷりがですね、痩せるわけがない。これ絶対ダメです。なので、しっかりと無添加選んでくださいね。では、なぜ私が添加物たっぷりなドリンクが痩せるわけがないって伝えたかと言いますと、理由はこちらです。添加物たっぷりのものを飲んだり食べたりされますと、腸、肝臓がですね、特に負担がかかるんですね。もう分解するのが大変なんです。もう余計な仕事増やしてって言われますよ。ですからね、腸や肝臓をいじめないでくださいねってこと。そうすると、あなたはですね、その取り続けた結果どうなるかっていうとですね、消化や吸収ができなくなってしまうんですね。なので、食べても食べても栄養不足になってしまうということになるんですよね。そうすると、痩せるホルモンを作る材料ができないわけですから、ますます太るっていうこと、悪循環です。なので、よくね、これを食べたら痩せますよって、その怒りも痩せそうなものを歌ったものをいっぱい売ってますよね。でも、その原材料に添加物が入っていたとしたら、どんなにそれでタンパク質が取れようがですね、どんなに栄養が取れようがダメです、もう逆効果なので、添加物が入ったものをいくら痩せますよって歌ってるものであったとしても、プロテインもそうです、何でもそうです、ダメです。太ります。痩せるわけがない。なので、絶対にそういった添加物は取らないようにしましょう。では、一体私がお伝えした添加物って何っていうことなんですけども、甘い、ジュースね、入ってるっていうのはやっぱりですね、人工甘味料です。こちらです。例えばね、糖質ゼロとかノンシュガーとか書いてあってね、カロリーオフみたいなのが人工甘味料です。おかしいんです。自然界では存在しない。甘いのにカロリーがないんですよ。そういうものはないです。人工的に作ったからこそなんですね。もう砂糖の数百倍も甘いって言われているのがこの人工甘味料です。で、こういったのを飲んだり食べたりすると、あなたの味覚がおかしくなってしまって、もうますますね、甘いものがやめられない、止まらない、もう暴走する食欲っていうね、もうひどい状態になりますから、ぜひね、こういった人工甘味料をやめましょう。では、ここから具体的に人工甘味料って何っていうことで、これはね、覚えていただきたいなっていうのをちょっと5つ選びました。合成甘味料で、アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンと原材料に書いてあるものはもう特に良くない。なので、せめてこの5つは覚えてくださいね。では、ここから2つ目の項目です。
ダイエット中でも罪悪感なく飲めるおすすめのジュース3選ということで、トップ3ランキング形式でお伝えしていきますね。まず第3位はこちらです。はい、見えますか？大丈夫かな。今回のドリンクは全部カルディさんで買ってきました。でこれはですね、何かというとジャックソイというわけで、台湾の黒い豆乳、黒豆乳になります。でこちらね、原材料名を見ますと、台湾産の黒大豆、遺伝子組み換えではないっていう、これと、あとね、どうしてもね、お砂糖だけは入ってました。ただ飲んだらそんなにね、甘みは強くはなかったですし、そもそも人工甘味料ではない無添加なので安心して飲めますね。でちょっと気になる方は無調整豆乳で割ってもいいと思うんですね、うん、でもこれやっぱり美味しかったです。 できればね、あんまり冷やさないで飲んでくださいね。冷たくしちゃうと腸が冷えて太っちゃうので気をつけましょう。やっぱりこのベースがね、豆乳、しかも黒大豆ってすごくないですか？黒いんですよ、うん、だからやっぱりアントシアニンが入っててね、ダイエット効果もアップしますから、私はこれね、なんか3種類ぐらいあったんですよね。でもやっぱり黒大豆選びました。やっぱり黒だと思って、黒い食べ物って痩せます。なので黒大豆選びました。でこの豆乳ベースっていうことで、すごくね、私たち女性にとっても痩せ効果がアップします。なぜかというと、女性ホルモンの働きと似た働きをするイソフラボン入ってますよね、うん、ここですね。でもそれ以外にもやっぱり腸内環境を整えてくれたりとかですね、あとはここ太るもと血糖値の急上昇を抑えてくれます。でまた脂肪の蓄積を抑える効果があるサポニンも入ってますし、まあ、豆乳自体がね、コレステロールゼロなんですね。で食物繊維も豊富だし、便秘解消、代謝アップ、しかもこれを飲むとね、タンパク質まで取れちゃうっていう優れもの。痩せたいならタンパク質ですよ。でしっかりここで飲む。そしてね、食欲を抑えてくれる効果もあったりとか、大豆オリゴ糖も入ってますから、オリゴ糖ってすごくね、腸内環境を整える材料になりますから、ぜひねこの黒大豆でできた豆乳飲んでみてくださいね。では第2位はこちらです。じゃーん、かわいいんですよこのパッケージがね、まあ、もうそろそろクリスマスも近づいてきますよね。なのでクリスマスパーティーの時にもね、こういうのがあったらいいなと思って選んでみました。これはですね、先ほどのは台湾でしたけれども、これはフランスなんですね。リンゴジュースです。ピュアポムスパークリングアップルジュースロゼということで、リュージュデリース種って、まあ、こういったね、種類のリンゴを 30% 使ってくれてますよっていうこと。でこれフランスのノルマンディの老舗のシードルメーカーが作るスパークリングアップルジュースなんですね。もうめちゃくちゃこれおすすめ。スパークリングジュースなので、その強炭酸じゃないんですよね。なんかお子様も飲めると思います。こうクーって鼻にくるような感じじゃなくて、こう微炭酸ですよね。おすすめです。で原材料もリンゴと炭酸ガスとね、紫芋の色素でも天然色素を使ってくれてるから、これほんとね、なんかもうロゼワインさながらのおしゃれな感覚で飲めると思うんですね。でやっぱりリンゴっていいんですよ。お体を温めるフルーツなのですごくいいですし、リンゴ食べたらね、医者いらずなんて言うじゃないですか。やっぱりリンゴってすごくいいんですよね。で脂肪の蓄積を抑えてくれるポリフェノールも入ってるし、便秘改善なるペクチンも入ってる。でむくみ改善のカリウムも豊富ですし、まあ、なんといっても普通ね、よくあるフルーツほとんどお体冷やします。特にこう南国系の温かい地方で取れるフルーツって体冷やしちゃうんですね。そうすると内臓が冷える、まあ、イコール腸が冷えて太っちゃうっていうことなんですけども、普段からまあジュースもそうですけれども、やっぱりね、食べるフルーツもやっぱりリンゴすごくおすすめです。では堂々の第1位はこちらです。はい、見えますか？トマトジュースになります。こちらはですね、トルコの輸入のもので 100% トマトの、本当食塩も無添加、もうトマト果汁のみっていうね、トマトの、まあ、還元したね、濃縮ジュースなんですけども、やっぱりこういったね、もう完全無添加が一番です。もうそのまんまでできてるものがいいんですよね。でトマトもすごくね、ダイエット向きの食材になります。脂肪燃焼効果がありますし、むくみ改善で、なんといっても栄養価が高いんですよね。すごくいいんです。ビタミン C とかリコピンとかベータカロテンとかビタミン E とか、もうやっぱり飲み物で栄養を取るって大事ですよね。
ですからちょっとなんかね飲みたいなって時ないですか、なんかお茶ばっかりとかお水ばっかりっていうよりはなんか飲みたいって思った時って大抵ですねストレスがある時なんですよ。甘いものが食べたいとか飲みたいとかなんていう時ってもうストレス溜まってるんです。でそんな時にねあのカロリーゼロの炭酸飲料とかでも甘いみたいなのをガブガブと飲んでみたり、もう思いっきりね甘いジュース飲んでみちゃったりっていうのはやっぱりね太っちゃうんですよね。なので今お伝えしたねジュースももちろん飲みすぎたら NG ですよ、太ります。特にこの第3位の豆乳はお砂糖入ってますからやっぱり糖質量入ってます。炭水化物 5.4g 100ml 入ってるし、こちらのリンゴの方もですね 100ml あたりの炭水化物が、9.8 ですね。だからやっぱりこういった果糖が入っているものとかは糖質高いので気をつけてください。トマトもそうですね、これも炭水化物が 2.6、一番これがね 100ml あたり少ないんですけれども、やっぱり少ないからといってねたくさん飲めば結局取ることになりますから気をつけていきましょうね。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット時におすすめの安心して飲める無添加のジュースカルディさんで選んできました。どうしてもね甘いもの欲しいな飲みたいなっていう日だってあります、私だってある。でもそこで間違ったものを飲んでしまうと今まで頑張ったダイエット水の泡になりますから、こうした無添加で安心安全なものを飲んでいただきますと満足できますし、ゆっくりねよくほんと噛んで飲むぐらいの勢いでゆっくりゆっくり含ませていただきたいと思います。そうするとね飲みすぎ防止にもなりますし、また冷たくキンキン冷やさないでくださいね。冷たいものばっかり飲むと内臓特に腸が冷えますと動かなくなって太っちゃうっていうね逆効果ですから、ぜひせめて常温かホットで飲んでくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録いただけますともとっても嬉しいです。コメントもお待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。